くじを引いたのは君だろう。人に責任をなすりつける気か。なすりつけるわけではなく君のせいだ。まったく高校から入学してきた奴らはこすっからいからな。まあわざわざ好んできたくはないがな。我慢できねえや。そうはいかない。貴様らに通達がある。今すぐにここの屋台をすべて撤去しろ。理由決まっているではないか。我が校にふさわしくないからだ。著しく美観を損ねるのだよ君たち編入組の屋台は。学食を利用すればいいではないか。とにかく今日中に屋台はすべて自主的に立ち退くように。そうでなければ強制的に撤去する。何をやってる。何がたい焼きだ。そんな手で掴んで食べるようなものはうちの学校にふさわしくない。フランスパンを掴んでいるではないか。うるさい。ダメなものはダメだ。帰れ帰れ。何を。編入組の屋台がこの学園の品格を落とすからです。秀逸な組み合わせだ。しかしなぜマリー様はたい焼きにショコラを違うと思えるものでも組み合わせれば思いがけない味を発揮する。うどんにエスカルゴをトッピングするのだって。ああ、勝つためにしばし和平を結ぼう。お嬢、肉肉しげにな。マリー様に盾つく気か。外部生の分際で生意気だぞ。貴様らは我々の後ろからついてくればいいんだ。お、なんという物騒な奴らだ。試合は我々に任せればいいんだ。受験。何を。我々が相手のフラッグ社を仕留めてみせる。返り討ちにしてやる。でもやりすぎだったかな。途中潜入者がカメラを落とした時はどうなるかと思ったが。お前が自分で言ったらどう。同じエスカレーター組だろうが。汚れ仕事はお前らの仕事だ。まんまと騙されたな。アルコン前進しろ。結果としては残念だったが、安藤さんたちの作戦のおかげだ。外部生は頭がいい。今まで戸様だの下品だの言って悪かった、はい、いやいや、こちらこそ野蛮だのバーバリアンだのタゴサクだの旧石器時代だ。せいあれ賢明です。さすがはマリー様。見てくれ。心得た。ボナミ、押田隊12時半の方向撃て。押田隊長、ソミヤに攻撃されました。寝ぼけたことを言うな。なんだと。それはこっちのセリフだ。こっち狙っただろ。はぁ、なわけあるわけないじゃないですか。半年前ならともかく今は仲間でしょうに。それもそうだな。よし戻れ。流れ弾か見間違いだろう。疑ってすまなかったな。やっぱやりやがったな。とぼけやがって。やっぱり外部生とは協力できません。こいつらは敵だ。それはこっちのセリフだ。このマルモン厳選。なんだと。手を出したのはそちらではないか。このヤギの手だと。見ましたかマリー様。2両です。じゃあ残りは。決まってるじゃないですか。残りは2両に決まって。あれ、じゃあさっきのは。安藤君、疑って悪かった。許してくれ。完全に囲まれている。ボカージュを脱出して仕切り直しだ。安住先輩がいらした時はベスト4まで行ってたのに。力不足で申し訳ありません。 おっしゃる通りです先輩。あれ、そういえばマリー様は。はい。ジャングル戦なら千畑には有利かもしれませんね。予想外の展開になったな。チハタンが生まれ変わったからだ。我々も変われということか。実に惜しい。おお、